皆さんこんばんは。お元気でいらっしゃいますか？さてですね、環境問題について、突然COP25 がマドリードで行われているということで、とりあえずはその CO2 をめぐって、世界がどのようにして動いているのか、これの利権っていうのがあるんじゃないのかなっていうところでこの前は終わったんですけれども、私実はあの動画でも申し上げたように非常に懐疑的な気持ちになっていて、それでどっちかっていうと寒冷化の方に自分の頭の中では整理がついてて、温暖化じゃない、これはね何かの間違いとか利権が絡んでて温暖化になってるけれども、本当は寒冷化なんだっていうところで自分の気持ちは収まってたんです。で今回またいろいろねすごい騒ぎになってるでしょ。もう絶対に CO2 は何も出しちゃいけないんだっていう、そういう極論に至ってて、何でもね極端に走るとそれはできるもんじゃないんです。こんなにね77億でしたっけ世界に人がいて、もう絶対に CO2 出しちゃいけないって、こんなね幼稚なね説が出てきて、これを絶対に守らなくちゃいけない、危機的な状況なんだからって言っても鵜呑みにできないですよね。それであれからねまたずっと勉強してて、いろいろ洗い流してって、当時も確か京都議定書とかなんとかの頃になんで排出権を買ったりとか買わなかったりとか何これって思ってて調べたんですよね。でもねすごくね特殊な才能を持っててすぐ忘れちゃうんです。それでまた一からね勉強し直したんですけれども、ざっと言いますとねこんなのが出てきます。例えばねゴールドマンサックスが排出権を金融商品化して儲けてる、これはね裏取ってません、こういうお話が出てます。それからこれ知ってるのは私知ってることなんですけど、 EU が新財源として環境税を導入してるね。そうするともうここにねほらもうすでに利権が絡んでるんですよ。で一般に気象学系統の学者の方とかその専門家の方は温暖化説を唱えてる方が多くて、で地球物理学の方の学者の方は寒冷化って言ってるんですね。だから温暖化と寒冷化と二つに分かれちゃってるんですね。でIPCC っていうのは国連の機関ですね。その温暖化についてずっと調べてる。で、この IPCC も、非常にいい加減な見解を出したりしてるんですね。で、あれは違ったと。ちょっと間違いだったって言ってみたりとかして。だからやっぱり本当にね、信用できないんです。で、結局、寒冷化と温暖化とどっちなんだと、もう全然違うじゃないかっていうことでね。ちょっと見てみたんです。そしたら一番最初に温暖化を発信したのはアメリカなんですね、なんと。で全然何も対策してないんですよアメリカっていうのは、自分から言い出したくせに。で1988年に温暖化を発信して、それと同時に IPCC すぐにできました。国連のこの温暖化を扱う機関として誕生したんですね。それが1988年、だいたい30年ぐらい前ですか。で寒冷化はね、地球は今氷河時代で生物誕生以来最も気温は低いって言われてるんですね、寒冷化の説は。それから氷河期の中の間の期間であって、今はあとまだね1000年ぐらいは温暖が続くと予想されてる。だから寒冷を繰り返しながらどんどん冷えていくっていう説ですね。それからもう一つは20世紀に入って1940年ぐらいまでは温暖だったんですね。で1970年80年は今度寒冷化異常気象が続いて、60、70年も異常気象が続いて、太陽の黒点は一気に半減したんですね。で結局太陽の黒点と関係があるっていうふうに説は出てるんですね。で80年には逆に温暖化説が出始めたんです。でもこれは温暖化説が出たのは
学術じゃないんですね。1988年アメリカ上院で温暖化演説があったっていうだけで、学会が発表したわけじゃないんですね。で、この温暖化演説は、この予想温度は今ね30年経って全く間違っているので、この計算は間違っていたっていう、もう結論出てるんですよ。で、次にですね、温暖化ガス、CO2 が出るので、石油とか石炭とかね、悪玉説になって、そして環境団体と原子力推進団体が、この頃から力をものすごく持つようになるんですね。で、1997年極めつけの京都議定書ですけれども、これで CO2 の排出抑制が決まって、これをね、忠実に守ろうとしたのは日本だけだっていうんです。ね。で、要するにヨーロッパがアジア、その、経済発展を、経済発展が活発になってきてるアジアを抑え込もうとして、この、環境問題を利用してるっていう説もあるんですね。これはね、私はね、わあ、こんなにものすごく悪い人たちかなっていう。いやー、白人は侵略の世界史ですから、なんとも言えないですけど、これ言うとね、またね、レイシストだって言われちゃうんですけど、よくね、世界史見てください。本当に世界史、今までは全部白人によって書かれてきたんですよ。うん。アジア人はみんな負けてるし、インディオとかね。だからちゃんとそれね、見てから、レイシストどうのこうのっていうのが最近割れ出したことでしょ。ね。でももう世界はレイシストだったんですよ、ついこの間まで。アメリカを筆頭にね。で、結局、日本だけが税金80兆円を使用した。これは税金払っている国民1人当たり120万円払っていることになるって、すごい額ですよね。私思うんですけど、日本って世界が相手になると、ほとんど発狂状態でこれをもう、忠実に守ろうとしますね。他の国はもう何、どこ吹く風みたいにしてるのに、日本だけがこうなりますね。私いつもね、疑問に思ってるのね、思っているのは、国際社会がそれを許さないとか、国際社会に対して顔向けができないっていう言葉をよく聞くんですけど、どの国際社会を言ってるのかな。何かこういう崇高な善意の塊みたいな、憲法を守るみたいな、裁判所みたいな、そういうものがあって、それに対して日本人は恥ずかしいっていう、どうも観念があるみたいなんですけど、みんなならず者国家ですよ、世界は。ね。で、日本のことなんかもう誰も何とも思ってないです。慰安婦認めたりすると、ほらやったんじゃないかって、これ言われちゃうだけの話で、誰もね、自分のところだけでも精一杯で、日本がどうのこうの、ちゃんと国際ルール守ってるかなんてね、そういう正しい、非常に倫理的な気持ちで思ってる人なんてね、マジいないと思って、大丈夫ですよ。ほんと、みんな自分のことしか考えてないんだから、国際社会って言った時に、それからまた、海外って言った時に、何か素晴らしい崇高なものを、つい思い浮かべる癖がありますよね。そうじゃないんですよ、世界は。で、世界の全体の気温は15年前から大都市を除いてほぼ変わっていないって言うんですね。これはね、私はね、ちょっとね、この間ね、ノルウェー行ってきた時に、この話したんですよ、寒冷化してるって。そしたらガイドが、いや、絶対に温暖化してるって言って譲らなかったんです。っていうのは、僕は氷河をちゃんと見てきて、もう最後の氷河がスイスで溶けてるのを見たんだって言うんですね。これにはね、ちょっとね、異論が唱えられなかったです。で、ノルウェーでも本当にこの氷河は、ほら、どんどん溶けてきちゃってて、もうこんなちょっとしかないんだよって言われて、どうやって反撃に出たらいいのかなと思って、ちょっとね、言葉がなかったです。そうやって突きつけられちゃうと、ダメですね。付け焼き刃の、知識なので。で、結局、武田先生なんかがおっしゃってるのは、大陸系の国は、やっぱりすごくもう熱がこもって影響を受けるけど、例えば日本みたいな海洋国家はもう海があるので、影響が少ないって言うんです。だから本当に局地的で、全世界でどうのこうのっていうことは述べられないって言うんですね。私それはね、そうだろうと思うんです。で、結局、トランプがパリ条約を離脱したので、
騒がれてますけど、やっぱりほらこの一等最初の1988年からアメリカはね、一度も何も規制してないんですよね。この事実をちゃんと忘れないようにしないといけないです。でね、恐竜時代のね、あの子供が大好きな、私も大好きですけど、恐竜時代の温暖化ガスの濃度は今の10倍以上だったって。これ何なのかな、化石やいろんなものから調べてわかるのかしら。で、水の熱容量は空気の3000倍で、気温が上がっても海の水温は変化しないのに、あたかも海の水温も高くなっていて、台風の発生に関係していると報道されているって。毎年平均4兆円も使ってる。ね、日本は。これ、約 2% の消費税に当たるので、この無駄な CO2 を信じて拠出しなければ、消費税は上げないで済んだって武田先生はおっしゃってるんですね。私ね、武田先生のこといろいろおっしゃる方もあるんですけど、結構ね、正しいことをおっしゃってると思います。武田先生のおっしゃる生ゴミ、ゴミの分別は無駄であるっていうのと、この地球は寒冷化してるっていうのは、何かね、すごくね、説得力ありますね。だって、この CO2、COP25、この、それの概念がもうそもそももう幼稚すぎて、常識で考えただけでも、もう、地球はもう本当に危機的な状況だから、CO2 ゼロにしないといけないって、もう産業壊滅ですよね、これで。こんなね、幼稚なね、議論を本当にね、世界各国の、環境大臣級の人たちが言ってるのかな、信じてるのかな、それともお付き合いで仕方なくやってるのかなって、そこのところがね、ちょっとよくわかりません。でも、パッと聞いて二つ、比べたときに、こうやってそれぞれの施設と証拠を出されると、寒冷化の方が、なんか、利があるような気がしちゃうんですけど、皆さんいかがですか？それで結局、20世紀はね、大気中の CO2 が増加した時代ですけれども、太陽活動も活発な時期だったから、その太陽と CO2 と、両方ね、やっぱり考えないといけないって言うんですね。太陽、確かに黒点どの子のっていうのはもう随分前から言われてますよね。私もすぐ忘れちゃうので、あ、そうだそうだ、太陽があったんだって。で、その異常気象も、CO2 一つに焦点を当てて、これだからあれだからって全部 CO2 っておかしくないですよ、これ。だから、実際にはね、皆さんどう考えですか？私もしこれアンケートのやり方が分かったらやります。で、ぜひ皆さんのご意見伺いたいです。で、私はね、結論としては、京都議定書のあたりから、どうもこの会議は怪しいと、おかしい、もう非常におかしい。日本はなんでこんなものを、律儀に守るのかなと思ってたんですけど、ますますその気持ちを強くしました。で、今回は、やっぱり、実際は科学者としては、わからないっていうところが、また、正論なんだと思います。だってスパンがね、そんな10年とか20年とか30年って動いてないんですよ、地球っていうのは。だからあと1000年続くとかね、2000年続くとか5000年単位でとかって言われても、あ、そうなのかな、自分が生きてるうちになんとか白黒つけてくれって、こんな勝手なね、科学的じゃない意見ってないでしょ。だからやっぱり私は結論としては、寒冷化がどうも正しそうな感じがするなって思ってるのと、CO2 説はもう完全に私の中では崩壊しました。では皆さん、また明日。ぜひ皆さんのご意見を聞かせてください。あ、また最初に言うの忘れちゃった。最後まで聞いてくださった方は本当にありがたいんですけれども、たくさんの方が見てくださってる割には、チャンネル登録していただけないんです、半分の方しかしてくださらないので、多分ね、こうやって最後まで見てくださる方はその半分の登録してらっしゃる方なんだと思いますいつも最初に言うの忘れちゃうではごきげんよう。